てもいいから。で、その代わりここに糸が入るとここのボール隙間なくなるから、このライン上のところには人が入んないようにここ開けといて、このライン上に投げるか、こっちの内側投げるんだったら絶対に味方が先に触れるところで、気になるのはそれにさってこういうボール投げる人が結構いる。だからもうちゃんとその選手がこの足元でプレーしやすい半端なバウンドのボール投げる、縦続きのところにこういうボール投げてみたりとか、半端なボール投げる人がいるからちゃんと扱いやすいところ投げてあげて、味方に投げるかライン上に投げるかね、基本的にこの2択。 OK、 最高。